今日のテーマはこちら、奇跡の電車都電荒川線50周年。都内では数少ない路面電車の都電荒川線、その奇跡の歴史と今を取材しました。都電荒川線50周年おめでとう。今月50周年を迎えた東京さくらトラム都電荒川線。好きです。好き好き、なくなったら困る。でも僕らの都電で言ったらやっぱ黄色い都電ですけどね。そうだね、これだった。うちらの世代こちらこれだった。住民たちから愛される都電荒川線の誕生には、かつて都民の足として東京中を駆け巡った都電の存在が。皆さんの愛ですね。おはようございます、木野と申します。おはようございます。今回案内してくれるのは東京都交通局の堤充さんです。ではまず都電に乗ってみましょう。はい、早速箕輪橋停留場のすぐお隣でチケットを購入することに。1日乗車券が400円なんですか。大人用で400円で、はい、子供が200円。停留場は箕輪橋を起点として早稲田まで30の停留場です。1日乗車券は乗り降り自由です。安いですね。この1日乗車券を購入し、いざ東京さくらトラムへ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、おー、中もほら、レトロですね。モダンでしょ。さ椅子の生地もちょっと花柄で、うん、これバラ、バラのイメージ。あー、おしゃれですね。ちょっと色がね、あるんだけど。ほぼ初めてなんですけれど、でも雰囲気いいですね。ちょっとこう落ち着いてて。堤さんはいつこう入社されたんですか。昭和41年の4月に運転手として採用されたの。約13年間ぐらいかな。でも50年以上前ですよね。そう、もうその頃から荒川線じゃなくて当時の路面電車は全てなくなる予定だった。なくなる予定だったとは一体どういうことなんでしょうか。その歴史が残されている場所が箕輪橋停留場から20分ほどのところに。ありがとうございました。荒川車庫前です。荒川車庫前、ここは思い出広場って書いてありますけど、ここはね、実際に営業した車両を展示して楽しめる、設備があるわけ。この7504はね、僕は運転したことあるんだ。車両の中には、あ、路線図ですか。1951年、これ全部に走ってたってことですか。この5番のメニューに都電は走ってた。あ、渋谷駅前、六本木もありますね。都電の歴史は1911年、明治44年に東京市電気局が開局し、路面電車事業を始めたことに遡ります。1923年の関東大震災をはじめ、太平洋戦争、そして高度経済成長の始まりと、常に都民の足として走り続けていましたが、都電撤廃は昭和34年の新宿荻窪駅前間から始まりました。34年の道路交通改正がね、線路の中を自動車も一緒に走ってもいいよって形になったんで、路面電車は余裕がないから何かあると自動車は進めない。渋滞がすごかった。そう、だからなくなったような感じかな。自動車の普及とともに徐々に都電撤廃が進む中、1967年、昭和42年についに全ての路面電車の廃止が決定。5年がかりで次々姿を消すこととなりました。だんだんなくなると寂しいよね。そうですよね、うん、こうして最後に残ったのが27系統32系統っていうのが残ったの。49年の10月1日にこれがつながって、箕輪から早稲田まで乗り換えなしで行けるようになったの。一本化になった時に荒川線で名前になったから、それを記念して今年で50年目なの。50年。そう、当初都電荒川線の区間も撤廃予定でしたが、
路線のおよそ9割が車の乗り入れがない専用軌道で、代替バスを運行できる道路がなかったことや、何より都電を残してほしいという沿線住民の強い要望もあり、都電荒川線として永久的に残すことが決まったんです。皆さんの愛ですね。まあこの年になったら愛なんてねでもさ、いいじゃないですか、まだ自分のね、命の継がれにここで勤めていたいんだ、思い出広場では貴重な資料の展示や本物の運転席を使った模擬運転体験など、引退した車両を活用して都電の魅力を伝え続けています。荒川遊園地前って言ってるようなんだけど、そこにはね、もっと面白い電車が置いてあるよ。ということで向かったのは都電荒川線で一つ戻るとある23区で唯一の区営遊園地、荒川遊園。こちらの乗り物は全て3歳から乗れるほか、モルモットやヤギなどと触れ合える動物広場、さらに乾杯、大人も楽しめるイベントを開催するなど、地域に密着した遊園地なんです。そんな荒川遊園にある都電の車両が見えてきました。あれが電車の車両ですか。はい、カフェ193って書いてありますけど、はい、これ実はカフェ193って読むんです。この都電が昔一休さんっていう愛称で呼ばれてまして、なんで一休さんって言うと思います。なんで一休さんかは193人乗れるからそんな乗れないですそんな乗れないか、はい、実はですね、この正面見ていただくと分かるんですけど、はい、電球が一つついてるので一休さんっていう愛称で。そういうことなんですね。はい、この一休三号は2000年までのおよそ50年間実際に使われていた車両で、2002年に荒川遊園に譲渡されました。展示だけだとなかなかその車両をうまく活用してるっていう風にならなかったので、2年半前のリニューアルオープンからですね、カフェに改造させていただきました。こちらにはカフェ一休三仕様のパッケージが人気の都電もなかや、荒川遊園オリジナルサイダーのほか、こんな名物も。これカタカタすりわパン。え、硬いですね、はい、なんかカタカタ言うのかと思いました電車だからみたいな早速いただいてみると、硬そう、ちょっとビスケットのような。そうですね、あ、でも甘みがあって美味しいですね。あ、よかったです。でも硬いね役目を終えてからもしっかり皆さんにまた愛され続けるっていうのはなんだか素敵ですね。はい、いや路面を走る電車ってすごく特別感があって、目的地がなくてもつい乗りたくなってしまいますよね。そして見た目も素敵な東京桜トラム都電荒川線がカレンダーでも楽しめます。購入方法は公式ホームページをご確認ください。以上グッドイチオシでした。